麹調味料を作るときにあると便利なのが温度調節できる発酵機。今までは炊飯器の発酵機能を使っていたのだけど、今回発酵機能のついたコソリのノンフライヤーをいただいたので、ノンフライヤーで塩麹と醤油麹を仕込んでみる。まずは塩麹の準備から。清潔な瓶に乾燥麹、塩、水を入れて混ぜ合わせておく。続いては醤油麹。こちらも麹と醤油を清潔な瓶に入れて混ぜ合わせたら準備完了。ノンフライヤーで麹作りをして良かったのが、複数の調味料を同時に作れるところ。そして瓶ごとノンフライヤーの中に入れて発酵させられるので、出来上がってから詰め替える手間がいらないのも嬉しい。あとは瓶の蓋を軽く閉めてノンフライヤーに入れ、発酵モードの45度で12時間または60度で6時間加熱する。ちなみに麹は30度から50度でタンパク質を分解する酵素が最もよく働くので、旨味やコクが強くなり、60度でデンプンを分解する酵素が最もよく働くので甘みが強くなるんだとか。甘い麹にしたい場合は60度で、お肉や魚を柔らかくしたい場合は45度で作るなど、作りたい料理によって温度や時間を変えてみるのも面白い。12時間後、とろみがついて麹の芯がなくなっていたら完成。冷蔵庫に入れて約半年を目安に食べきる。今日はこの塩麹と醤油麹、ノンフライヤーを使ってヘルシーおかずを3品作っていく。1品目は揚げずに作る塩麹唐揚げ。塩麹に漬けた鶏肉が柔らかくジューシーに仕上がる。鶏肉は余分な皮を取って一口大にカット。生姜とニンニクはすりおろしておく。カットした鶏肉にすりおろした生姜とニンニク、塩麹を加えてなじませ、冷蔵庫で30分ほど置いておく。続いて揚げずに作る塩麹のフライドポテト。じゃがいもは皮付きのまま千切りにして10分ほど水にさらしておく。水にさらすことで余分なでんぷんが取り除かれ、じゃがいも同士がくっつきにくくなる。続いてたっぷりの夏野菜を揚げずに作るヘルシー揚げ浸し。ベビーコーンは皮を剥いておく。オクラは破裂しないように包丁で切り込みを入れて、ガクの部分をぐるっと剥いておく。アスパラは根元の硬い部分の皮を剥いて5センチ幅にカット。パプリカは種を取って一口大にカットする。ナスは一口大にカットして、味が染みやすいように隠し包丁を入れておく。かぼちゃは種とワタを取って薄切りにする。切った野菜はノンフライヤーに並べていく。ノンフライヤーで揚げ物を作る際にあると便利なのがこのオイルスプレー。霧状にオイルを吹きかけられるので、油をたくさん使わなくてもカリッと仕上がる。ノンフライヤーモードの約
190度で10分加熱する。水にさらしておいたじゃがいもは10分経ったらザルにあけて水気を切っておく。野菜を加熱している間に揚げびたしの漬け液を合わせる。お酒は600ワットのレンジで1分に切っておく。揚げびたしといえばだしやめんつゆを使うのが定番だけど、今回は醤油麹のうまみを生かした味付け。煮切った酒に醤油麹と水を加えて混ぜ合わせたらもう完成。10分経ったので野菜の火の通り具合をチェック。ちゃんと火が入っていたので漬け液に30分ほど漬けておく。水を切ったじゃがいもは塩麹で味付けしてオリーブオイルで和える。余熱しておいたノンフライヤーにじゃがいもを入れて、ノンフライモードの190度で8分から10分加熱する。その間に下味をつけておいた鶏肉に片栗粉をまぶしておく。ちなみに今回ノンフライヤーを使ったレシピを同時に3品作っているけど、コンロやレンジでの調理と一緒に組み合わせると料理が時短できる。ポテトが出来上がった。塩麹で味付けすると少し表面が焦げやすくなるけど、カリッと美味しそうに仕上がった。胡椒と青のりを振って完成。続いては唐揚げ。余熱しておいたノンフライヤーに鶏肉を入れて、表面にオイルスプレーでまんべんなく油を吹きかけたら、ノンフライモードの195度で12分から14分ほど加熱。途中一度バスケットを開けてひっくり返して裏面にもオイルスプレーで油をかけると、両面ともカリッと仕上がる。揚げていないとは思えないぐらいカリッとジューシーにできた。お皿に盛り付けていただきます。